朝香宮は、明治後期、国の宮朝彦親王の、第八王子である鳩飛行が創設した宮家。詳細は、朝香宮鳩飛行を、三照旧朝香宮邸の庭園側外観初代、鳩飛行10月20日から1981年4月12日は、1906年に、明治天皇から朝香宮の宮号を賜った。1910年には、明治天皇の、 第八王女上し内い新と結婚。陸軍士官学校、陸軍大学校を経て、1922年にフランスに留学した。1923年にフランス北部ベレネー近郊で、義系の北白川の宮しげひ王の運転する自動車が事故を起こし、同乗した鳩飛行王は重傷を負う。怪我の療養のためフランス滞在が長引いたことで、フランス文化により、 長く触れることになった。特に、看病のため突出した宮城と共に1925年のアールデコ博を観覧し、同様式に対して強い関心と理解を示した。帰国後は、この石団長、軍事参議官、上海派遣軍司令官などを歴任し階級は陸軍大将に進んだ。第二次世界大戦終盤においては、終始強硬な主戦論者として、本土決戦に備えた。 陸海軍統合を主張、力説していた。南京陥落当時、松井岩根に先立って南京に司令官として入っていた。1947年 GHQ の司令により10月14日、功績離脱、熱海に移り、趣味のゴルフ三昧の生活を送った。ゴルフ好きは戦前から知られ、東京ゴルフクラブの名誉総裁であり、1932年に、 東京ゴルフクラブゴルフ場が東京駒沢から埼玉県膝織村に移転された際には膝織村が朝香宮にちなんで朝香町と改名したことで有名。東京白金大宮家本邸は戦後西部グループの所有を経て現在東京都庭園美術館となっている。日本では数少ないアールデコスタイルの豪華な内装で知られる。1981年4月12日に93歳で 成居した。靴掛けにあった別荘は、現在、千形滝プリンスホテルとなっている。高彦王高彦王は鳩彦を第一王子で、終戦時は陸軍中佐であった。1947年に、功績離脱し、朝香高彦と名乗った。ウィキメディアコモンズには、朝香宮に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。